Welcome back for some more Digimon. Let me see. There's only one of y'all. I mean, two of y'all. I thought the dog version like be purple. Mudishちゃダメだよ。 Five. Oh, he took the damage. Oh. Could I spur a bomb? First shot, here we go. Take! Kurae! The Princess of Digimon.
Because he's more experienced.無理しちゃダメだよ。みんなよく頑張ったね。行くぞみんな。続けていこう。
But chew a poop? Really? Take! Time to end the first shot. みんなよく頑張ったね。行くぞみんな。くらえ。テイク。テイク。くらえ。エンディングはベース。続けていこう。
she just made a rec for the show. Oh, I like that. My Digimon. What's a chromosome? I do that. Fire us another warrior knight. What the?
they get the squad. Oh, the music. Hey. Hey. Hey.行くぞみんな。ここは逃げるよ。無理しちゃダメだよ。ここは逃げるよ。Oh my god. What? でっか！あれは反則だよ！あんなのが暴れ出したら。Ah, the I would have saved him. なるほど。ないと思う。Yeah, stop her. Eel. Oh, no. Japanese. No, no. Ria-san. I know in Japanese it's supposed to be a male. Eater どもに食われたかと思っていたが、しぶとく生き残ったか。その姿が、あなたの本当の姿なんですね。そういえば、貴様にこの姿を見せるのは初めてだったな。では、改めて自己ロイヤルナイツにおいては、異質なウイルス種にしてないと思うの。輝ける希望のバラをいただく。我が名はロードナイトモン。これこそが、私の真の姿だ。イーターを操っていたのはあなたですね。神城に潜り込み、スウェドーさんの研究に協力する形で必要なものを手に入れ、準備を進めていた。感謝してほしいものだ。私の助力によって研究。しかし、デジタルウェーブの制御がこれほどまでの力を生み出すとは、私にも想定外。まさかスエドンが、人間がその力で罪のない人々を滅ぼそうと。なぜ。罪がないとは諸子千万。全ては貴様ら。お前の父親が作ったエデンネットワークが道となり、そして悪夢が始まったのだ。イーターによるデジタルワールドへの侵食だ。エーデンの創始者神城悟の罪は私が裁いた。残る罪は、やはりあなたがお父さんを。許せない。あなただけは絶対に許せない。ディジモン、ブレイムピープル。許されざるは貴様ら人間どもだと何度。エグザモン、貴様も許せないのだろう。喜べ。貴様ら人間の罪はこの貴様らに止められるか。
まずい。エグザモンを止めなければ人間世界はほな、なんとかなる感じじゃない。今こそみんなの力を合わせましょう。我が盟友の声しかと聞き届けた。守りたい思いが強ければ強いほど僕らは強くなれるんだ。ディナもこっちの世界を気に入ってるみたいだし、壊させるわけにはいかないな。これだけの力が集まればいける。あの少年を見ていない。こちらに向かったはずだが。そうか、奴は私の追跡をかわしながらも着々と力を次は確実に仕留めねばならん。しかし今はこちらが先だ。我らも共に戦う。エグザモンを止めるぞ。全力で参りましょう。Plan now. We can't go in rushing. Go on, let's get the boost. The black tornado. Let's go. Kurae. God damn, that much damage they ain't do.一筋縄ではいかんか。ダメだ、止まらない。飛び立つぞ。Well, there was a mistake. あいつは僕が追いかける。このままじゃお師匠様にぶん殴られちゃう。僕も行く。このまま逃がしたらリナに蹴っ飛ばされそうだ。ここは彼らに任せておこう。今は体勢を立て直さなければ。リュークモン大丈夫か。ああ、なんとかな。そうかい、鮮度が落ちてなくてよかったぜ。危ない、ディアクモン。遅えんだよ。Oh my god. すま。Give me a jump to stop it. What I mean? Let me stop it.I could stop it.これが力が Oh my freaking god. なんなのこれ。ねえ、何なのよ。どうしてこうなっちゃったの。ちょっと誰か何か
ロードナイトも取り逃がし、エグザモンも抑えられず、そして盟友デュークもまで失った。作戦は完全に失敗。一度事務所へ戻って体制を立て直しましょう。皆さん、エグザモンとの戦いで消耗し、やはりエグザモンはとてつもない脅威だな。ごめんなさい、私たちが失敗したから。いや、過去を悔やんでも仕方がない。あの場では他に尽くす手はなく、それにまだ全てが終わったわけではないさ。エグザモンの動きを分析すると、一定期間の活動、エグザモンの持つ桁違いのデータ質量を維持するにはとんでもなく燃費が悪いということですね。そのようだな。そして休眠行動の際、デジタルラインを経由して。デジタルラインをってことはやっぱり、デジタルウェーブを供給しつつ、一部バグ化したエグザモンをイーターと同様の制御法で操っていると考えられる。であればデジタルウェーブの供給を遮断することで、エグザモンは弱体化し、ロードナイトモンの制御下からも解放できるはずだ。さすが京子さん、迅速かつこれ以上ない精度のリカバリー。ふん、褒めっ、いえ決してそういうつもりでは。残念だが今はそれどころではない。話を続けよう。こちらでデジタルウェーブの流れをたどってみたところ、クーロン内部にデジタルウェーブの流れが幾重に、そこがデジタル、その場所にリエさんが、ロードナイトモンがいる可能性がないわけではないな。それじゃあ私、エグザモン戦で消耗したオメガモンたちの回復を待つ。その剣幕では止めても無駄か。ユーゴとして活動していた君の能力の高さは今後の作戦においても、だがことここに至って単独行動など。はい、よろしい。目指す交流点はトラップなどの厳重な警備では、よろしくお願いします。ユーコッチ怒っ、怒りというより気負いだな。ロードナイトモンが父親の仇と判明した今、無理からの話ではあるが、あの状態では思わぬ過失を招きかねない。何やら心得違いをしているようだな。まずは君がリラックス。どれ、あれを試してみるか。リラックス効果のあるハーブ13種類をブレンドしたと、そのハーブティーでコーヒーを入れ、いずれもストレス解消効果。私はストレスとか特に。それじゃあファイト。
さあ、かん。遅いです。交流点はこのエリアの奥にある。他にルートはないので、どうにかしないと。早く早くどうにかしないと、また逃がしてしまいます。落ち着けですって。気負ってる。私が父は殺されたんです。その敵を気負って当然です。それが悪いことですか。私の身が心配なだけ。心配してくれだなんて、私頼んでも。あなたは本当に幸せな人ですね。以前助けてもらったことは。ですが、友達ぶって私の心の中で何を見聞きしたか知りませんけど。は？これだけ言いたいことが言える相手となら友達にな…な、なんですか、そのお花畑の理屈は。まったく、あなたって人は呆れてもの…にゃーいよ、これは上城社長代行。ご機嫌うるわしゅう。そこは警戒する必要がありますかね。お互い知った顔。おや、あなた怒ってらっしゃ。この人から聞きました。新田さんに何をしたんですか。いや、少しばかりお手伝いしただけです。ひいてはそれが私の望みを感じ。答えになっていません。新田さん、進化を促したとでも。彼は力を欲していました。ですが今の肉体のままでは仮に力を手に入れること。そこで彼に、彼は勧めを受け入れ、イーターと同化し優れた能力を。イーターがデータを捕食して、彼は
データを吸収して急激な力の増大。ゆうこさん、あなたがイーターと同化した時、え、いや、こっそりモニターしておいて。あなたの時は完全に取り込まれてしまいましたが、その手しっかり調整して新田くんの優位をバッチリ。待って、あなたはの彼は彼の望み、あなたは彼の望みを否定する。スエドーさん、あなたは彼女の精神が人間ではない何者。ただそれがロードナイトモン、付け加えるとすれば、彼女の、彼女は人類だけでなく世界その、これは私の望みとはかけ離れている。いもはや少女以外の何者でもない。私の夢はあくまで世界。そこでお二方に提案です。我々は最終的な目標こそ違う。ここは一つお互い協力。協力、あなたに。彼女がデジタルウェーブの制御に使っているプログラムはもと、ゆえに私ならば。ですがロードナイトモンさんに襲われたら、そこで当然ここは彼と協力しましょう。少なくとも今すぐにでも世界を滅ぼそうとしているリエさんよりは。いやいや、助かります。それではさっそ、いざ。やれやれ、ようやく到着しましたね。あれが交流点。待っていたぞ、人の子よ。I knew there was somebody missing. ロードナイトモンの読み通りだな。長い間人の世界にいただけのことはある。我が輩はクレニアムモン、イグドラシルに絶対の。ここを通すわけにはいかん。リエさんは、ロードナイトモンはどこにいるんですか？答える必要はない。いや、ちょいと失礼。一つ聞き、スエドーさん。スエドー？ロードナイトモンに協力していたに、奴の策略に気づかず人間を裏切っていたとは、なんとも哀れだな。事実とは少々異なるようですが、まあ、それよりクレニアムモンさん、あなたもロードナイトモンさんと同じく現イグドラシルの意志は人間世界の破滅だ。なるほど、なるほど。ではなんだと。私は人間を愚かしく惨めな存在から、そうなればあなた方デジモンとも隣り合う世界の住民だです。他の種族の知的生命体としてこれ以上ない。理解できんな、お前事だ。そもそもどのような申し出であれ、貴様への協力は人間への協力に。それはイグドラシルの命に背く。やれやれ、神への猛獣です。貴様、我が忠義を愚弄するか。思考の停止、意志の欠如、全く嘆かわしい限り。己、言わせておけばイグドラシルへの忠義こそ誉れであり、我が魔僧クラウソラスにて妄言ごと。おや、怒らせちゃいましたね。失敬し、では。え、私、あ、ほら来ますよ。いざ参る。タコダブース。What is that? And it's like a samurai Greymon.
皆さん、頑張って。drill。くらえ。Some of these ain't doing no damage. Let's try. Defensive buff. Take. I didn't do nothing. Are you doing?皆さん、頑張って。 Take more damage. Take.正気は消えたな。正気は消えたな。くらえ。もうね、ファイWe'll be right back.
様でーす。我が輩が破れるとは。しかしそれ我が輩の心には迷いとあろうことか。イグドラシルへの、そしてドゥフトモンたち、わずかなものではあったが、それがいや、そういうことは先に。たとえ弱さであったとしても疑いの心を持つと、それは紛れもない変化です。憎らしいが、奇妙やはり。いや、悲しいですね。しらじらしい言葉ですね。反論はしませんが、事実は事実、うん、どうあれ、悲しいことは悲しいのですよ。さあ、これで供給は止まりました。エグザモンは力を失い始めるでしょう。スエドーさん、あなたも父の死に関わっているんですか？もしそうなら、私はあなたを。お父上の死は残念でなりません。彼が描いていたエデンの理想像は本当、ロードナイトモンの暴走を止められなかったことを私はいい。それに家族を失う悲しみは理解しているつもりです。ロードナイトモンは父の作ったエデンが、で、父やその子供たちにも罪があると言っていました。だから人間を滅ぼすのだと。本当にそうなんですか？おやめなさい。悲しい記憶を取り戻すのはアラタ君。しかし私の理想が叶えば、全ての人間が悲しみから解放。もちろん私は生まれてしまった悲しい。人間も世界も私が。めちゃくちゃです。正気とは思う。そうですね、できません。これも悲しい事実。ではまた、いずれ。悲しみをなくしたい、そんなこと不可能に決まっています。でも絵空事を言っているようには見えなかった。私には。Okay. Thank you for watching and play Digimon Story. Stay for more.